俺俺おばお母さんだ。なんで笑うんだよ。丸くない。6番千葉さんと俺の車にしよう。6番千葉さん。3番田島さん。あそこで飛ばすの前に ライトもあるよ。ライト側もあるよ。4番鈴木さん。こっちこっち。で5番が小川さん。で6番が千葉さんでしょ。この上に行かないと。そうだよね。こうさーって言ったら絶対あんなって前にやる。俺ことはね。あっちのさ、あでもホームランはいかないか。八番が俺。向こうの先越えるのが難しいな。ホームランの。10番しよう。でしょうだって。85メーターであんだけあるんだ。すげえ大幅に変わっちゃったね、ラジオ。この初回とかから行くかもしれない。初回から行くかもしれない。受け取られたら何も投げない。まあ三点から五点ぐらい。そんなにいや、いけてこの俺いや、フォアボールで一発フォアボール次第だね。フォアボールは出ないもんね。フォアボールはないと思うよ。打たれるなと思うけどフォアボールはないよ。どうぞキャッチボールやっかい。うん、やろうか。たぶんそんなさ、スピードはないんだからさ。
久しぶりでございます。久しぶりです。どうぞ。お初のユニフォームだ。そしたら帽子忘れちゃったんで。どこ？初めて。帽子。あ、取りやすそう。いいよ、もう暑いし。言われたら、取りやすい。ゼットじゃなくて。どこ？長坂さんのミットもすごい取りやすい。自分で結構フルロットが持ち込んでんじゃないですか。あ、全然だ。普通に使って、あ、そうなんだ。いっぱい受けてるから普通に使ってソフトボールみたいな。